それではですね、実行編コーティングの方を実際に塗っていきたいと思います。今薬品を適量入れました。これしっかり間違わないで適量、入れてください。ここからしっかりね、筆も古いものとか何回も使い回さないでくださいね。できたらさら、効果不良の元になりますのでね、その方がいいかと思います。とりあえずしっかり練りましょう。右1分、左1分みたいな、言い過ぎか30秒30秒ぐらいですかね。ちょっと、僕はこの容器も回して、この筆についたやつも、ぐるぐる回しながら回して回してこっちも回すみたいなんで、とりあえず全部のムラがなくなるぐらいまで、しっかり、混ぜ込みます。で、これぐらい混ぜれたら、こんな感じかな。もうしっかり泡が、出てます。これもあの泡飛ばすんで気にせず、泡はあるものなので、気にせずこのまんま塗っちゃいます。できたら手を添えて、まあ場所とかによるとできないところもあるんですけど、最初はね細めの筆やってください。これ僕ちょっとこの竿にここの箇所に対しては太い、筆になっておりますが、やっぱね時間かかりますけど、細い筆の方が狭いところうまくいけます。まあ、でも逆に言えば太い筆は1回の塗り幅でかいので作業性がいいです。だから慣れてきたら太い筆に変えれば、たくさん数多く、できるかなという感じです。これで今もう塗っちゃいました。同じぐらい、右左同じぐらいの量を、塗っていただい塗っていただくっていうことですね。だいたいね、はい、だいたい適量、左右適量ついてるかと思います。ここからね火を入れていきます。ターボライターでね、パパッパパッという感じで私火を入れます。アルコールランプもあるんですけど、ちょっと火力調整が逆に難しい、大きく、広がりすぎるんで、ターボライターがいいかな。ターボライターも強すぎるものがあるんで、そういったものは逆に、良くないというか難しいんで、安物というか、まあ適当なものがいいかと思います。普通の、ライターでやると すすけてしまうんで、多分ライターで飛ばしてください。で、ここの部分とここの部分スレッド巻きましたね。そこにコーティングが塗ってあります。ここだけを火を入れてください。こっちとかこっちとかやっちゃうとカーボンに火が入っちゃって傷みますので、やりすぎない、こんな感じですね。これをベタッと泡が飛ぶまでと思ってこうね一生懸命見てやっちゃうと火が入りすぎます。ここのコーティングは割に火に強いんですけど、その下の糸、その下のカーボン、そういうのは傷めないように、こんな感じですね。はい、これでもいいんじゃないですかね。左右、同じぐらいの量をつけて泡を飛ばしました。効果熱が入ったことによって効果促進もしております。少しね毛羽が見えるかと思います。泡飛んだかな。最近目が悪いんでね、ちょっと怖い時は僕も保険でかけます。目が悪くなって見えなくなって、毛羽は、コーティング乾いてから、削って、かけてしまえば問題がないという感じでございます。1回目こんな感じですね。次ぐらい2回か3回で仕上げる。まあ竿によったらもうちょっと多い回数もありますけど、だいたい、このまあうちの、ウィードマスターぐらいだったら 2,3 回でコーティングを仕上げております。
一晩乾かして、1回目のコーティングが、乾いております。2回目のコーティングに入っていくわけなのですが、ちょっと細かいとこ見れば、ポコポコしてたりするので、その処理をして、コーティングしていきたいと思います。ちょっとね、分かりにくいんですけど、毛羽が出てたりすれば、ちょっと肩の刃の、やつでちょっとすくってね、切ってあげてください。これで大体問題ないです。なんですけど、さらに、綺麗に仕上げたいなっていう方おられると思うんで、こういったヤスリあります。うちにも売ってますね。これかなり優秀なんで。これで、削ってください。サンドペーパーでもいいんですけどね、結構汚れというか、あの石の色っていうんですかね、サンドペーパーについてる、ヤスリの石の色が、このスレッドに移っちゃったりするので、まあこんなんはね、黒いスレッドなので、問題ないんですけど、色が白っぽいスレッドだったりするとちょっと嫌ですよね。だからこのヤスリでやっていただけると、ちょうど綺麗にいくかなという感じでございます。エポキシコーティングを今しっかり攪拌させております。1回目同様、2回目もしっかり混ぜて塗ると。まっすぐね、これで前後のバランス見ていい感じですね。液量がつけれたので、泡を飛ばして硬化促進して竿を傷めない。これであと1日乾かせば仕上がるという感じですね。夏場になってきて、うちなんかでもあるんですけど、虫がペチャって、ついちゃってやり直しとか、よくありますのでね、気をつけましょう。まあ、こんな感じで回してれば綺麗にいくと思います。乾いたんじゃないでしょうか。見てください。止まってもね、大丈夫っぽくて綺麗になっております。ちょっと外してチェックしたいと思います。仕上がりました。見えますでしょうか。これさ、見えるかな。どうでしょう。綺麗じゃないですか。こっちのね、こっちはほらくすんでるでしょ。こっちはピカピカでございます。これでバッチ仕上がったかと思います。